こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、転売初心者が1万円稼げる売り方のコツ、超初心者が絶対に稼げる売り方を大公開します。トゥー転売についてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、初心者の方、ぜひね、1万円稼ぐ売り方をね、もうこれだけやれば稼げるということをぜひね、紹介させていただきます。ぜひね、参考にしてみてください。はい。こちらですね。まずですね、国内の仕入れ商品のみに絞る。で、輸入は一切やらないって言うんですけど、まあ、これは商品によるんですけど、配送代とかね、まあ、国際税金にかかってきますので、非常に高いです。なので、転売ビジネスに慣れないうちはですね、ぜひね、国内商品でしたら、仕入れの際ね、配送料、ほぼただの無料ですね。ぜひね、こちらも守っていただければいいかと思います。はい。で、このプラットフォームから仕入れて、プラットフォームで売るっていう、まあ2番なんですけど、これはですね、差額ですね。例えば商品を9点から仕入れてメルカリで売る。で、アマゾンから仕入れてメルカリとかね。で、一番まあ人気あるパターンなんですけど、ヤフオクですね。ヤフオクから仕入れてメルカリです。メルカリで売りますね。そうしますと、差額出ます。なので、ぜひね、他のプラットフォームで、まあ、非常に安く売ってます。今、商品によるんですけど、競争から激化しますので、なのでメルカリでしたら高く売れます。まあ、あと、ラクマですね。はい。で、ラクマでですね、落札手数料ですね。手数料がすごい安いので、まあ、ラクマで売る方法もありますね。なので、ぜひね、メルカリ、ラクマなどを、ね、うまく利用して売っていただければいいかと思います。はい。で、3番ですね。これは、面倒なのを一切利用しないんですね。で、まあ、私もよくですね、ブックオフやツタヤに行くんですけど、ワゴンセールってありますよね。ワゴンの商品っていうですね、まあ、最近なんですけど、よくツタヤなんですけど、新品の CD とかですね、非常に安いんですよ。で、これをですね、例えばメルカリで売ると、まあ、利益300円、500円っていうね、そういった CD もありますし、なんか香水とかね、ああいうの売ってるんですね。で、非常に安いです。ほぼ半額っていうのもあるので、ぜひね、まあ、ブックオフでも本ですね、本や、まあ、私の地元だと、バゴンとかありまして、そちらの方にですね、非常に安く売ってます。なそういったところを、ね、利用して、差額売り、まあ、セドルですね。まあ、この方法でも実際今、利用できます。あと、家電ですね、ヤマラ電機とかね、ワゴンセールって非常に安いので、まあ、おもちゃとかに売ってます。そういったのもね、調べて売っていただければ全然利益出ますので、ぜひ、ね、利用していただければ、ね、いいかと思います。はい。であと、ジャンルですね。まあ、これ4番のジャンルっていうのは、まあ、一例で言ってしまいますと、スマホケースのみって書いてあるんですけど、まあ、何でもいいです。例えば、まあ、おもちゃでもいいですし、まあ、こちら3番で言ったね、まあ、CD でもいいですし、実際にたくさんあります。なので、ぜひね、このジャンルを絞って売っていただければ、差額の、ね、商品って分かってきます。それをね、繰り返して売っていただければ利益出ますので、ぜひね、やっていただければね、いいかと思います。はい。はい。LINE 登録をします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE の登録によろしくお願いします。本日は、さあ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。